それではこれからライブツリーセミナーの普及放送を始めていきたいと思います。ではまず初めにライブツリーとはどんなソフトか、ちょっと軽く説明させていただきたいと思います。ライブツリーは原画をそのままに動かすことができるツールです。ちょっとこれでだとちょっと静止画だと、どんな風に動くのっていうのがちょっと分かりにくいかと思うので、実際に見てもらいますと、これがライブ 2D でモデリングしたって感じになります。外は1枚の原画イラストだったんですけども、細かくパーツ分けをしてモデリングをして、マウスセンターを追うように顔や体が左右上下に動くようになっております。ではここから、じゃあそんなライブ 2D モデルはどんなふうに、どういう手順で作られているのかっていうのを軽くちょっと見守って説明しておきます。制作の流れの1、まず原画を用意します。動きのあるライブ 2D モデルを作るためには素材を細かくパーツ分けする必要があります。ちょっと後ろの方々にはちょっと見にくくて申し訳ないんですけど、レイヤーを見ていただくと、髪の毛だとか、まつげとか細かく、パッと見1枚のイラストに見えるように見えますけれども、実際は1パーツ1パーツ細かく分けております。こちらのについては後ほどちゃんと詳しく説明させていただきます。その2として、モデラーに読み込んでモデリングを行います。原画で分けたパーツごとにポリゴンを割り当てて、向きや表情に応じた形状にポリゴンを変形させて動きを作ります。で最後にアニメーターでもアニメーションを作成します。モデラーで作ったモデルを動かしてアニメーションを制作します。作ったアニメーションは GIF や連番静止画アプリなどの組み込み用モーションデータとして書き出すことができます。ちょっと現在動画の書き出しに関してなんですが、ちょっと最近クックタイムの脆弱性の問題がありまして、現在動画が書き出せなくなっております。で動画の書き出しに関しましては、連番静止画での書き出し後に、動画編集ソフトで静止画から動画への編集をいただくよう今現在お願いしております。最後に、作ったモデルやアニメーションや GIF や連番静止画アプリなどの組み込みをデータとして書き出すことができ、さまざまな用途で利用できております。ではこれからじゃあモデル制作をちょっと実演を通して説明させていただきたいと思います。